歴史的文献探索。かの宗教改革者、マルチン・ルター、1483年から1546年、が、信者に警告した、問題ある特定の人々について、マルチン・ルター、その10新約聖書を冒涜あなたたちは、そう、彼らは、新約聖書を、受け入れないのだから、キリストが言われたようなことを信じないし。 知らないのですとでも言うのだろうか。私はこれに答えよう。願わくば、彼らが、そのうちの一つでも知るか、信じてくれることを。と、彼らが、我々のイエスを冒涜し、呪っているとき、彼らは、公然と、その父なる神をも、また冒涜していることになる。それは、我々は当然知っていることだ。だから、もし、神が、今、または審判の日に、 次のように言われたとしたら、我々は何と答えたらいいのか。お前たちはキリスト教徒でありながら、公然と私や息子とを冒涜している者たちのことを知っていた。その上で、お前たちは彼らがそうすることができる余地を与えた。しかも、お前たちの国や町、居宅の中で、妨害も処罰も受けずにそれができるよう、彼らを守り、庇護した。 この通り、私は、こうした事態を冗談として済ますわけにはいかない。我々は、対抗する知恵を真剣に見つけ出し、ユダヤ人たちの手から、我々の魂を救出せねばならない。永遠の主から救出せねばならない。すでに、述べたように、この知恵こそが、まず第一のものである。すなわち、我々は、彼らが、街道、シナゴーグを持つ権利を拒否する。 ユダヤ人たちが、その内部において、我らの創造主、そして、父なるお方を、そのご子息ともども、長く冒涜し続けるための建物を、我々は、断じて許しはしない。そのことを世間に知らしめるのだ。そんな彼らを黙認することはできない。第二に、彼らのすべての書物、祈祷書、タルムードを没収する。そのただ1ページたりとも残してはならない。 死んするかもしれない者たちのため、それが残されていてはならない。彼らは、これらを、まさに、神の御子キリストや、神ご自身、御父、天地創造主を冒涜する目的のみで用いてきたのであって、その世の使い方はしないのだから。第三に、我々の領地では、彼らが神を称え、感謝すること、祈り説教することは公然と禁止する。そんなことは、 彼ら自身の国でさせるべきだもしくは我々キリスト教徒にそれが聞こえない場所でさせるべきだ。というのも彼らのする神への賛美、感謝、祈祷、説教はまさに彼らが神経によって父なる神をネーベルボリック呼ばわりすることに他ならないからだ。そしてまた神の御子我らの主イエス・キリストに対しても同様だからである。彼らが たくさんの美しい言葉を使い、神の皆を華々しく用いたとしても、彼らが救われることはないであろう。次のように記されているからである。何時らは、神の皆をいたずらに唱えるべきではない。これは、あたかも、彼らの祖先が、イスラエル王国時代に、神の皆を、用いながら、そして、未だに、そのお方をバールと呼ぶのに、それが何の救いにもならないようなことである。第四に、 我々の前では彼らが神の皆を話題にすることは禁止する。我々は確固とした良心に誓ってそんな目に遭うことは耐えられない。彼らの冒涜的な真悔が神の巫女キリストをネーベルゴリックと呼ぶとき、彼らはまた彼らの御父である神をも同じ名で呼んでいるのである。我々キリスト教徒が他に解釈しようがないまさにその名前で。我々は 神の御子キリストが彼らにそう呼ばれ、そうであると信じられている以上、その御父である神でさえもそう呼ばれ、そう信じられているのだと考えるほかない。従って、ユダヤ人は、我々の耳の近くで神の皆を言う資格を持たない。ゆえに、それを聞いた者は、為政者に報告すべきである。この点において慈悲深く、親切であってはならない。それは、神の栄誉、そして、 我々全員やユダヤ人も含む全ての人々の救済に関わることだからである。もしある人がユダヤ人たちはそんなに邪悪なことを意図しているのではない。彼らは父なる神を冒涜し呪っているということも知らないのだ。ユダヤ人たちはイエスや我々キリスト教徒の悪口を言ったとしても神を最も高くそして美しく褒め添やしているからと述べたとする。 こううした指摘にには以下のように答えるべきだもしユダヤ人たちがそのことを知りたがらずまたそのことがいいことだとは思わないのであれば我々キリスト教徒がそのことをよく知っておくべきだ。神は彼らがこうしたことを知らざるを得ないように1500年にわたって取り計らってきた。だからユダヤ人たちは知らなかったとの言い訳はできぬはずである。神は 彼らが思い知るる。ことを要求されてきたのである1500年にもわたって神の恩言葉を聞きながらそれは知りたくないというものは当然の報いを受けるはずだ。彼には卑しい言い訳つまり7倍の負債がもたらされよう。彼らの偽救世主最後に私は自らに対し以下の通り言い聞かせているもし神がユダヤ人が求める救世主とは 異なった救世主を私に対しお与えにならないなら私は人間よりもメス豚になった方がずっといい。これには私なりに十分な根拠と理由がある。ユダヤ人たちはその救世主にコハブや世俗的な王になってほしいと熱望するだけなのだ。その王とはキリスト教徒を虐殺し世界をユダヤ人同士だけで分割しそれで彼らを 金持ちの王公とし、最後には、その他の王族たちと同様に死ぬだけの世俗的な王に、である。ユダヤ教の救世主が、私のような哀れな人間を、残念ながら、救ってくれないのなら、そして、私の人生を、メス豚の十分の一ほどもよくできないのなら、その救世主は、私にとって良いお方ではない。私は言いたい。我が主なる神よ。 あなたの救世主を我がものと扱うような不届き者に与えたまえ。ただ、その場合には、私をいっそのことメス豚に変えてください。死んだも同然の人間であるより、生きた豚の方がまだマシであるから。と、意味軸もキリストがおっしゃった通りだ。生まれなかったとしたら、それはその人のためにはマシだったろうに。と、以上に述べたのと反対に、 神が、もし、霊的に私を救済したまう救世主を与えてくださるなら、私は死を恐れない。常に、そして、永遠に、人生に確信を持ち、悪魔や地獄をあざけり、神の怒りの前に身震いする必要もあるまい。その時、私の心は、喜びで飛び跳ね、幸せに酔いしれることであろう。私は、神への愛の火をともし、神に感謝し、 神をを賛美するのをやめないであろうその時たとえ神が私に金や銀やその他の富を与えなかったとしても全世界は私にとって本当になるだろうたとえ私が牢獄に住まねばならないとしてもであるそのような救世主を我らキリスト教徒は待ち望んでいるそれゆえ我々は圧倒的な心の喜びを持って父なる神に感謝しているのだ ところがそのようなメシアをユダヤ人たちは望まない。真のメシアは彼らの限りない欲望を満足させる。良いことは与えてはくれないからだ。彼らはその悪臭を発するお腹を満足させてくれ。また彼らやあるいは犬畜生などと同様に一緒に命を終える地上の楽園だけのメシアを求めているのだ。